とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。普通の矢とダイナモを使うと、異常なダメージが出ることを発見しました。ということですね。実際、やってみました。異常なダメージが出ちゃうんですよ。これはね、結構やばいかもしれない。ちょっと前に、苦痛ダイナモっていうのがありましたよね。ダイナモをつけて、苦痛の矢を打つと、ダイナモが消費されないっていうやつ。あれとは、ちょっと違うんですけども、今回の結構、やばいですよ。ちょっと、やってみますね。それでは、まずは、これを準備してください。何でもいいので、ダイナモがついた弓を準備してください。まあ、俺は今回は、ハープクロスボウ。パワー251のダイナモ3。これをつけてます。で、これで、苦痛の矢を装備して、撃つと、まあ、42万ですよね。ダイナモをつけたとしても、同じく42万のダメージが、発生します。はい。で、これで、やり方があるんだよね。矢を撃って、当たってる時に、回避をする。そうすると、回避の着地の時に、ダメージが上がります。いきます。見えましたかね？まあ、アップにしてると見えると思うんだけども、2300万のダメージが出ます。はい。なぜだろうね。なぜだろう。超高ダメージを出すことができます。ちなみに、これ回避じゃなくって、羽を使っても大丈夫です。羽を使っても2300万ダメージ出ますよね。はい。まあ、この回避もしくは羽で着地をするとダメージが上がるみたいです。で、ダイナモは、1であっても20であっても変わりはありません。ダメージは一律で、2300万か。それだけ出すことができます。ダイナモが20ですね。で、この時にやってみると、はい。この苦痛の矢のダメージは変わりません。1でも20でもいいです。前の無限ダイナモの時は、20までしないとそんなダメージ出なかったんだけども、今回のは、ダイナモ1でも全然大丈夫です。同じダメージが出ます。ただ、これ重要なのが、ダイナモのレベルです。パワーは関係ないんですよ。251であっても、263であっても、ダメージは一緒です。これ251ですよね。で、263の装備。まあまあ、これでいいですよね。263のベビークロスボウです。これの場合も同じく、装備してる？あ、装備してなかった。装備をして、撃ちます。同じく、2300万ですね。はい。これも、回避しても、羽を使っても大丈夫です。2300万です。パワーは関係ないんですよね。とにかく、ダイナモのパワーを、レベルを上げてください。ちなみに、ダイナモ1の場合は1100万。そして、レベル2の場合は1700万。3が2300万というダメージが出ます。で、力のポーションを使うとダメージが倍になりますね。4700万ダメージを与えます。4700万だよ。これ相当すごい。そしてさらにダメージを上げることができます。防具だね。遠距離のダメージが 30% アップする防具、フロストバイトとか、そういうやつを装備すると、ダメージが 30% 上がります。ちょっと待ってね。クールダウンついてないからちょっと待ってくださいね。こんな感じ。3000万、出てたと思うんだけども、こんな感じで、ダメージを底上げすることができます。で、さらにできて、その方法が、ソウルフォーカスだね。ソウルフォーカスがこれ効いてきます。
遠距離 30% プラスソウルフォーカス 30%、 これをするともっとダメージが上がって4000万ですね。でもちろんパワーポーションを使うと7000万で、ドラを使っていくと、2億1300万です。とんでもないダメージを出すことができますね。うん。まあ、装備を探すのはなかなか難しいと思うんだけども、揃ってしまうと、かなりヤバめのビルドが出来上がると思います。まあ、とりあえず、ボス、どんな感じになるのか試してみましょう。それではボス行ってみましょう。最大火力出していくね。パワーポーションと、弱体化のドラ、そして防具でソウルフォーカス、遠距離ダメージ 30% アップだね。ハープクロスボウのダイナモ3、これでやっていきます。どんな感じだろうね。ワンパンはさすがにできないかな。いきます。あ、難しい難しい、当てるのが。当たった。当たったのがもう速攻わかるね。ダメージが全然違うもん。当たったのが速攻でわかる。よっしゃ、いくぞ。難しい。なぜそっち。いや、難しい。これね、慣れが必要だわ。相当慣れが必要。ちょっと待って、もう一回行くわ。いけ。出ねえな。あ、出た。当たり判定がね、なかなか難しいけども、これ慣れると、いいと思う。ダメージが全然違ったでしょ。ガツンって減ったでしょ。ああなるから、まあちょっと慣れが必要で、装備も結構厳選は必要になってくると思いますけども、このテクニックなかなか使えると思います。はい、コメントありがとうございました。今日は、ダイナモと苦痛の矢、そして、ジャンプや回避の着地を使うととんでもないダメージが出せるっていう技やってみました。難しいです。でもこれは慣れるとできると思います。はい、修正されないことを願うね。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。